今日はどこに行くんですか？です、今日はナベコのちょっと好きなちょっとスイーツ系のお店に行きたいと思います。あれ、でもこっちって結構住宅街って感じですけど、あるんですか？で、蔵前橋通り渡ったとこなんだけど、ちょっと行ってみようか。はい、行ってみましょう。特製あんずとどら焼きになります。どら焼きは粒あんとこしあんなんとかなんです。あと栗のどら焼きが、これ当店のオリジナルなんですけれども、和風モンブランをイメージして作っておりまして、非常に人気をいただいてます。そう、珍しいです、ね。はい、じゃあ早速、はい、こちらのどら焼きとあんずの方お願いします。はい、承知しました。ありがとうございます。こちら特製あんずが到着しました。すごい、いろいろ乗ってますね。こちらじゃあ黒蜜をかけていただきたいと思います。こちらもなんか自家製でたくさんいろいろこだわりがあるみたいで、ちょっと楽しみです。こちら混ぜて、パン粉がいいですよね。ちょっとこちらの寒天とあんこと混ぜて、ではいただきます。おいしい、あんこの優しい甘さがすごい、寒天もすごいなんかツルツル、すごい食感が良くて、これすごいおいしいですね。なんかどんどんいっちゃいたくなってどん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 いってますおいしい。こちらの白玉と牛皮の方もこだわられているということで、自家製で食べてみたいと思うんですけど、こちら、もっちもち、おいしい。すいません、こちらの白玉ってどういうこだわりをされてるんですか？こちらの白玉はやっぱり白玉とは最高のものですから。美味しい。本当になんかお餅のこんなもちもちしてる感じ、なかなかない。こんな本格的な美味しいあんみつを食べれて嬉しいです。さあ、お待ちかねのどら焼きが届きました。こちらこしあんの生クリームどら焼きです。あー、もうこの綺麗な見たフォルムが いいですね、どら焼きって。こちら断面がこういった形になってます。いやー、素敵ですね。これはもう黄金比ですかね。じゃあいただきたいと思います。どうやって両方一気に食べる。甘さと生クリームのまろやかさがすっごい合います。いや、美味しいな。このどら焼きの生地も、もちもちしててすごく美味しくて、いや、いいですね、どら焼き美味しい。どら焼きをいただきたいと思います。美味しそうだな。同じなのか、白物は。美味しい、もう栗の風味がすごい、なんかちょっと
モンブランみたいな、なんか洋風な感じも加わってて、なんかうちのさっきのあんこのどら焼きよりもちょっと洋風よりな味になってます。うん、美味しい。なんか先ほど店主の方が言ってたんですけど、これはもともと期間限定のメニューだったみたいなんですけど、すごい人気すぎて一年中出てるみたいです。いいですね。こちら加賀棒茶いただきます。こういう和菓子と一緒に頼むと本当にホッとしますよね。すごい染みます。美味しい。こういうあったかい飲み物とか本当にいいですね。すごい素敵なあんみつとどら焼きをいただけて本当に美味しかったです。小岩では珍しいカフェということで、これからもっと話題になっていくんじゃないかなと思うので、皆さんもぜひ来てみてください。日曜祝日は予約制でどら焼き教室をやっております。焼きたてのどら焼きを召し上がれますので、ぜひご予約ください。